一着となりました千葉の江守昇選手です一着そしてお誕生日おめでとうございますはいありがとうございますはい昨日後輩の藤田大輔選手が今日一着取って江守選手にプレゼントしたいとおっしゃってたんですけれどもあ僕は取っちゃいましたね <laughs> どんな四十四歳ですかねにしたいですかそうですね今年はまたねあの特別競技に出るように、んうん、少しずつこう頑張っていきたいと思います。うん やっぱりこのバーンスで一着っていうのはいかがでしょう。ああ、まあ、あんまり意識してなかったですけど、うん、嬉しいです。はい、さあ、今日のレース振り返って、早坂選手の番手どうでしたか。はい、あ、すごく頑張ってくれて、うん、今もこんな感じです。<laughs> 結構息も上がっちゃってますか、ねはい。苦しいですね。はい、でも、今野選手が、こう、何回か来ましたね、はい。そうですね。あんなに、こう、しつこくと思わなかったんで、うんはい、かなり苦しかったです。はい、でも、その中で、しっかり一着。うん、あ、嬉しいです。このコーチバンクはいかがですか。 そうですね。あんまりこう成績自体はよく、ね、よくないんで、こう一着取れて良かったと思います。また次につながりますか。そうですね。あの次の競争もまた精一杯頑張りたいと思います。では、最後まで応援してくださった皆様にメッセージをお願いします。はあ、なんとかあの一着取れて良かったです。あの次もまた頑張りますんで、応援してください。おめでとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。江森昇選手でした。